おや？卵の様子が。ドゥ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 。なな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 。ドゥ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 。せーの、たどろきチャンネル。こんにちは、メンヘラ整形アイドルとどろきちゃんです。よろしくお願いします。いきなりこんな姿をお見せして大変驚かせてしまったかと思うんですが、本日二重の埋没法をしてまいりました。本当にね、結構急遽決まりましたのでネットでお知らせすることができなかったんですけど、今日やってきました。もともと私は部分切開で幅狭めの二重を作っていたんですけど、それをずっとお化粧するときはアイテープで幅を広げていました。結構メイク動画を出したときに、なんで整形したのに上からアイテープ貼ってるんですかっていうようなご質問いただいたんですけど、まあ平行二重が好きだから、あとは幅を少しだけ広くしたかったからっていう理由で、まあ化粧でどうにかなるので、私ももともと埋没をするつもりはありませんでした。なのでコメント欄でいただいた今後やりたい整形はありますかとか、そういった質問に二重の埋没っていうのは言ってなかったんですけど、数週間前になんかやりたいなっていう風になっちゃって今日やってきました。こんな感じです。ご覧ください。もうね、ちょっと内出血が出ています。でね、多分、こっち側の右目、すごい幅が広くて左右差があると思うんですけど、これはね、こっちを先にやったんですけど、私が怖くて力みすぎちゃって、腫れがひどくなってしまいました。ミスター。私ね、ぶっちゃけ、整形結構してるし、埋没とか余裕でしょって思ってちょっと舐めてた。でも衝撃的なことに、私今までやった整形の中で一番怖かったです。まあそれに関しては明日の動画でお話しさせていただこうと思います。今回の埋没についても、前回鼻の整形をした時と同じように1日ごとに動画を上げていこうと思っています。ちょっと連続でアップできるかっていうのはわからないんですけど、1日ごとにちゃんと記録してアップしていく予定ですので、ご覧いただければ嬉しいです。今はとりあえず、ま、目の乾燥とか縫い目とかね、結構痛みもあるので、今日は冷やして早めに寝ようと思います。チャンネル登録、高評価ボタンぜひポチッとよろしくお願いします。じゃあまた明日以降の動画でお会いしましょう。綺麗な二重になりますように。またね。